はい、車道識です。 CX-3 はデミオをベースにした SUV というふうに思われがちなんですが、実はほとんど全てが違うと考えていいと思います。それが端的にわかるのがですね、実はこのリアの部分にあるんですね。デミオはフロントディスク、リアがドラムなんですが、 CX-3 はリアがディスクになってます。さらに実はデミオは4ケツのホイール、つまり4ケツのハブを使ってるんですが、 CX-3 はさらに光合成な5ケツのハブになっています。結構違うんです。豆知識でした。